手当てはしておいた。イタチは死んだ。お前の勝ちだ。一度会ったな。前は敵としてだが。デイダラのことなら気にしなくていい。俺はお前の敵じゃない。俺はお前にあることを伝えるためにここへ連れてきた。あること？そう、ウチハイタチについてだ。お前は兄のことを知っているようで何も知らない。なぜお前がイタチのことを知っている？そうだな、まずは自己紹介からしておくか。俺はお前と同じウチハイタチの真実を知る者だ。なんだ？イタチがお前に仕込んだアマテラスだ。さすがイタチだ。死んでもなお驚かされる。ここまでの手を打っておくとはな。一体何のことだ？お前に術をかけていたのだ。お前から俺を遠ざけるためとでも。よほど俺の口から真実を伝えてほしくなかったと見える。何の話をしている？イタチは死ぬ前お前に何かを。最後、お前のために己の努力。何を言っている？何が言いたい？どうしてイタチがそんなことを。わからないのか。お前を守るためだよ。守るだと？何の冗談だ。あいつは俺の敵だ。父さんと母さんを殺し、さっきも言ったが、お前は兄のことを知ってるようで何も知らない。うるせえ！お前にイタチの何がわかる？イタチから聞いているだろう、あの夜の協力者のことを。じゃあ、お前が。そうだ、俺が。ウチハ・マダラだ。俺はイタチのことなら何でも知って、奴が何を思っていたか、何を望み、何を愛し、そして何をかけて戦ったのか。お前は兄、ウチハイタチの生き様を、真実を聞かなくてはならない義務がある。あいつは、イタチは俺と戦い、俺をこれまで苦しめ続けてきた。それに一族を滅ぼしたのは紛れもない事実だ。あいつはウチハを。それが木の葉から下された任務だったとしたら、それがイタチの真実への入り口だ。ザト、
そうだ、あの夜イタチは己を殺し任務をやり遂げたのだ。どういうことだ。あいつはイタチは犠牲になったのだ。木の葉に古くから続く因縁、その犠牲にな。犠牲。木の葉が暮れ、今では大層な里になっている。特に内派に対する差別がそうだ。内派への差別。もともとこの葉隠れは対立していた忍びの組織が一つになって出来上がった里なのだ。そしてその中に我が内派一族もあった。この葉創設当時こそ我らは他の一族と共に初代火影の座を奪い損ねてからは徐々に内派は主権から遠ざかっていった。内派のリーダーであった俺はそのことに絶望し、俺が離れた後の内派はさらに力を失い続け、そしてついには里の厄介者として扱われるまでになった。所詮内派は必要とされてなかったのだ。もちろんそれを良しと思わない者たちが出てくる。彼らは内派の実権を取り戻すため、そして何より計画、お前の父をリーダーとした木の葉の乗っ取り、いわゆるクーデターだ。内派一族がクーデターだと。それに感づいた木の葉上層部は内派に一人のスパイを送り込んだ。それがお前の兄、内派たちだ。内派一族とこの葉隠れ、どちらを取ればいいのか、最終的にはこの葉隠れを取ったがな。なぜだ、なぜイタチは内派を裏切る。第三次忍海大戦、この戦争の経験がイタチを里の安定と。戦争というものは、里の上層部はイタチのその心を利用し、内派一族全員の抹殺だった。当時のイタチは悩み悩み悩み、普通に考えれば同胞に手をかけることなどできようはずもない。だが内派のクーデターを許せば里は崩壊し、そこをついて他里が攻め込んでくる。それこそ第四次忍海大戦の引き金になりかねない。内派一族の利己的な思想で無関係の人々が死ぬ。だからイタチは選択したのだ。己の手で一族の歴史に幕を下ろすことを。そしてあの夜へとつながっていく。任務だった一族を滅ぼし、汚名を背負ったまま抜け人になること、その全てが任務だった。イタチはその任務を全うした。ただ一つの失敗を除いて。いかに心を閉ざし修羅と化したイタチでさえも、ただ一人弟だけは殺せなかった。その後イタチはお前を守るよう三代目に嘆願し、他の上層部にはサスケに手を出さぬよう脅しをかけ、お前のことが何より心配だったのだ。
嘘だ。事実だ。嘘だ。現に俺は何度も殺されかけた。イタチが本気ならそうなっていただろうな。それにイタチにはお前を追い込まなければならない理由があった。まさか。あれは全てイタチの仕組んだ戦いだった。お前、そしてお前に倒されることで仕立て上げようとしたのだ。ウチハ一族の仇を討った英雄に。信じられるか。あいつはイタチは悪だ。一族を滅ぼし暁に染まった犯罪者だ。暁に入ったこともイタチの計画のうちだ。里への危険組織を内側から監視するためにな。一族を裏切り里を抜けたとしてもイタチの心は木の葉と。嘘だ嘘だ嘘だ。そんなことがあってたまるか。嘘ではない。お前のことを何より。やめろ。そんなものすべて。なぜならお前は生きている。結局お前の目はイタチのことを。イタチは友を殺し上司を殺だが殺せなかった。弟だけは血の涙を流しながら感情を一切殺して、どうしてもお前だけは殺せなかった。その意味はお前にわかるか。あいつにとって里よりも重かったのだ。あいつは死ぬ間際まで、いや死んでもなおお前のためにお前に倒されることでウチハ一族の仇を討った。その身は病に蝕まれ、近づく死期を感じながら薬で無理に延命してでもお前と戦い、お前の前で死ななければ。木の葉の平和のため、そして何より最愛の弟ウチハサスケ、お前のため。